ちょっと難しい話になるんやけど、じゃあレイズ額、レイズって何ぼからいけんのっていう話ね。レイズ、レイズって上乗せ、ポーカーでその上乗せすることをレイズって言うね。で、前の人と合わせ同じ額払えば一応ゲームに参加できる、ね、そのことコールって言うんだけど、レイズ額は差額、差額って覚えてます。差額っていうのはどういうことかと、200やったら次400やねん。0から200に上がったから、見た目はまあ倍っちゃ倍やねんけど、じゃあ次はここ倍やねんけど、次じゃあ400の次800かって、800ではない、次600でいいんだよね。なんでかって言ったら200、差額は200やから、コール400のコールプラス200で600なのね。意味わかるかな。よし、じゃあ300やったら、だからね、初っ端は絶対倍なんよ。0から上がってるから、300に上がってるから、これは何ぼでもするけど、0から1000になってるってことは次2000っていう、初っ端は絶対倍やねんけど、その次やな、300に対して次600やと。で、次のレイズは何ですかっていうミニマム。上は何個でもいいねん。これあの、ノーリミットホールデムって言って、上限はないよっていうゲームやから。一応あれで、天井があるやつもあるけど、基本今、世界的に流行ってるのノーリミットホールデムって言って、上は何個でもいいんですよ。上はいつでもオールインできるっていうのがあるから。ただ、ミニマム。一番下は決まってて、その差額ですと。じゃあ、300、600。じゃあ次何個でしょう。そう、次900ね。倍の1200ではなくて900で OK です。じゃあ900の次は、例えば。そうそう、次1200ね。じゃあ、ミニマムは900でいいねん、ここね。じゃあ、ミニマムで900でいいねんけど、じゃあ、レイズ1000。ここで1000になりましたと。レイズ1000。上は何ぼでもいいわけやから、910やったらいいから、1000、この人はレイズしました。次の差額で、ミニマムレイズは何ぼか分かる ?1300。1000ね、400やねん。なんでかやったら、ここで400に広がったから。それが差額ってことやねん。じゃあ、もうちょっと。あれしたら、レイズ2000にしましたと。そう、その次3400円ね。そうそう。次の差額、言ったらコールが2000で、差額、ここの差額は1400に開いてるから、次のミニマムレイズは3400円ね。これがレイズ額です。ミニマムレイズ額。こういうことです。店によって倍に固定してるとこもあるけどね。分かりやすいから言って倍に固定してるとこもあるけど、基本的には差額です。で、差額と倍のえらい違いっていうのは、例えば100から始まった場合、100。倍やったら、200、400、800、1600で、1、2、3、4、5個目でもすでに1600に上がってしまうんだよな。次も3200やし、次6400やしって、言うたら8つ目でも128倍、7倍と8倍か、なるんだよな。うん。倍々やったらすごいね、言うたら、べき上やから、すごい額で上がっていくんだけど、差額やったら、100、200、次なの？そう、次は？そう、次は？そう、次は？そうやね。こんだけ段階進んでも全然上がれへんねんな。だから倍に固定してるとことではえらい違いが出てくるんだよな。だから基本的にはやっぱ差額ない。あまりにも違うから。ケツになったらバーッとでか差額がでかくなってくるから。基本的には差額ですと。じゃあ何個か物出しますと。はい、じゃあ200ね。200。はい。じゃあレイズ。ミニマムレイズは400や。倍からで400やねんけど、700しました。じゃあ次のレイズ額、ミニマムレイズ額は1200。そう、1200ね。コールが700プラス差額の500で、次は1200ですと。じゃあ次のレイズ額、ミニマムレイズは混乱した。こんなさ今ね、ここで 500広がってんだよね。だからミニマムレイズはコールプラス500なんだよね。だから700プラス500で1200がミニマムレイズ、うん、で、まあこの人もミニマムレイズしました。じゃあ次のミニマムレイズ何のかな。1700。足し算間違えろ、うん、500が差額やから、上に500やから1700。じゃあここで2000にしました。レイズ2000にしました。これをちゃんとレイズって発生したら、こうしちゃったらコールになっちゃうけどね。レイズ。で、コールの差額が800ですと。じゃあ次のミニマムレイズになるかな。そう、次2800ね。そうそう、2800ね。じゃあ、ここで、レイズ4000。じゃあ次のミニマムレイズは？そうそう、次6000ね。これがミニマムレイズです。OK。大丈夫かな？